構行き止まりか。こっちは、あ、降りてきた。おや、何してんのかな。よそのお家に来て手伝いしちゃダメよ。さあ最初のバトルです。お、プリンとチリン、あー、かわいい。プープーレルで押すかよ。押すか。いや、プリンって私くらい勝手になんかメスのイメージ持ってんだよな。やっぱアニメの印象強いのかわかんないけれど。プープーレル、プープーリーって懐かしい。なんかのパートにも言ったような気がするけどね。今あの時のプリンはアローラにいるんだよね。うん、ナイスナイスナイス。のポケモンスクールにいるっていうね、今ね、あのプリンちゃん。のしかかり、ダブルのしかかり、よしよしよし。いや、プリンな、ダークポケモンだったら入れたかったな。ものこっち、まあ、ヒットやポケモンは最後でいいだろうみたいなね。あ、やばい、あ、そっか、残っち弱タイプとか、あ、ちょ、あぶね、あぶね、弱タイプだから水鉄砲でよかった。適当にエレン出しちゃったよ、ほんとバカ。おー、いいぞ、どっちも。まあ、ヒット、あれ、神秘の守りはあれか、状態上かかった後あんま意味ないのか。よいしょ、ショック、あんま効かない。シュン、あれ、あんま効かないの。あれ、ノコッチって弱タイプじゃなかったっけ。失礼しました。結構硬いな。あ、丸くなって、おほほ、いて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 、水鉄砲よりのしかかりの方が効こうかな。のしかかれ、どっちものしかかれ、ダブルのしかかりだ。あ、全然効くね。だー、さすがエスパータイプには物理攻撃っていうのを忘れてましたね。よし、いや、残りはこいつだけだ。もう絶滅危惧種のこっち、オッケー。いやー、結構一番最初から苦戦しちゃいました。強かった。ここでね、またお金が稼げるのがいいですね。お、アイテムだ、なんでもなし、よっしゃー。で、こっち側に行こうかな。あら、あ、誰かいる。なんか会議してません？いやー、まさかシャドウの総帥が直々にお出ましになるとは思わなかったよ。俺、本物初めて見たんだけど迫力あったな。まず震えが来ちゃったよ。デスゴールド様は亡霊地方のすべてのシャドウ施設を見て回っているらしいぞ。以前のような失敗を繰り返さぬよう全部自分の目でチェックして作戦を慎重に進めたいんだろうな。いや、誰だお前、怪しいやつめ。いつかあそこにいたんだ、子供とは放っておくわけにはいかないぜ。デスゴールド、あれ。デスゴールド、いや、なんか私思い出したのがさ、あのドラクエ11でキラゴールドってやつおったなみたいな。まあ正体はあれなんですけどね、キラゴルドの正体。まあ、FF11 やった人はわかるでしょうが、言いませんね、ネタバレなのでね。おったなー、キラゴルド。いやー、ドラクエ11もまたやりたいなー。なんか自分の好きなゲームがね、中古屋さんとかに置いてあるとちょっとしょぼんってなるんですよ。もうね、ドラクエ11は、ね、追加コンテンツがなかったから、もうプレイして売っちゃった人もいるんだろうなって思うとちょっと悲しいです ね。縛りプレイとかもできるからね、あれね、面白いんですけどね。よいしょ、
お、ナイスマヒー。あ、変色エネキタイプ。よし、ちょっと一回回復いきてえな。いけ、キノコ子か。ただで、あいつか、あのダークポケモンか。マジか。よいしょ。ちょっとあれだね、次以降はちょっとバトルをカットしていきましょうか。長くなるね。どうしようかな。オーロラビームで多分死んじゃうもんね。だからもう隠れ音やってもらって、クラウドはまずキノココイ電磁波をかける。 OK。 ダークミスト、ブイーブイーブイー。よいしょ、オーロラビーム。よし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 、いいぞ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 。さあ問題はね、キノコをどうやってやっていくかなんですけれど、のしかかりで死んじゃうかな。ちょっとやってみるか。よいしょ。よし、まず隠れ音倒す。雪だるさん、あ、全然効かない全然効かないね。ダークミスト猛暑長いんだよな。ブエ、早くゲットしたい、早くゲットしたい、ゲットしたい、ゲットしたい。オーロラビームだとでも死ぬんだよね。なんだろう、もうちょっと削った方がいいよな、 HP 的に。電気ショックあんま効かないはず。よしよしよし、今一つで攻めていこう。よし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 、なんだよこいつ、ダークミストしか打たないとか。もういいよ、今下がって。攻撃のモーションってこれカットできないのか。まあでも面白いから見ちゃうけどね。はい、はいはい、よしよしよし、急所くんなよ、急所、急所ダメよ、急所。あ、まあ一発ぐらいだったら急所いいかもしれないけど。はい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 、ナイスナイスナイス。よし、じゃあゲットしよう。次のターンでゲットだ。よーし、ナイス。さあゲットしよっか。はいはい、ゲットしよっか。はい、このターンで回復しようかな。いい傷薬まだあるしね。じゃ、はい、オッケー、捕まってくれよ。マッチ、よし。はあ、時間かかった、すいません。また増えてきたな、ダークポケモンが。お前もしかしてクレヨン助けんでも来たのか。やめとけやめとけ、お前ここのボスラブリナ様の恐ろしさを知らないだろ。可愛い顔しているが本当はめちゃめちゃ怖いんだ。早く逃げた方が身のためだぜ。ご忠告どうも。逃げる気はないですけどね。あれ、もう一人は、あ、これもしかして、わわ、俺は研究するだけ、バトルなんかしないからな。あ、よっしゃ、 ID カードゲット。よっしゃ、暗号のようなものが書かれている。よし、スーパーボールゲットしまして、この先はでもね、まだね、行ってないところもあるんですよねって感じなんだけど、ちょっと待ってよ。あ
あ、わかった。あ、で、ここにつながったわけか。あ、わかったぞ、わかったぞ。なるほど。で、こっち行くと入り口の方に戻るもんね。了解了解。まあ、ちょっとまだ見てないところ見ていきましょうか。今日で終わらせたいぞ、この話。だいぶ長くなっちったからね。よいしょ、こう行ってですね。あ、そう、あ、こっち行ってない。ここ、ここ行ってないので、ここ行きます。よいしょ。途中で火薬ポイントある。火薬ポイントないかなって言おうとしたら、あったんだけど取らせてくんない。オッケー。じゃあちょっとバトルはカットしますね。さて、じゃあ取っちゃおうか、中身ね。PPA とか、さっき戦ったトレーナーね、ケイシーを使ってきたんですけど、なんかね、そのケイシーがさ、冷凍パンチ覚えてたっていう。みたいな、びっくりした。なんかあれだね、このゲームそういうのあるっぽいね。だってケイシーなんてさ、テレポートぐらいしか覚えないじゃん。ね。でユンゲラに進化して念力覚えるんだっけ、確か。まさかの冷凍パンチ覚えてたからびっくりしちゃいました。オッケー。はい、ここは回復ポイントとアイテムが落ちてるぐらいだったんだね。いやー、でも回復ポイントありがたすよ、ありがたす。よいしょ。あとは、あ、そっか、この、ここ行ってないね。でも、ここぐらいか。アイテム取って、お、いい傷が水産庫。よっしゃー、これありがたいぞで。こいつもトレーナーかな。あ、もうここは子供が見学しに来るとこじゃないぞ。まあ、カットしますね。特に何もないか。よし、じゃあ戻ろうかな。ここから下の方はもう行ったよね。めくったかな。あ、ちょっと待ってよ。ここは行った。で、あ、で、ここ、あ、そうだね。じゃあこれで全部めぐりましたな。よいしょ。さて、じゃあ ID カードをID カード使うところまで一気に行っちゃいましょうか。来たの。アイテムとかなくって、で、このまま階段登っていけばいいかな。あ、わかるだろう。ポケモン無料でダークポケモンなんかしてはいけないんだ。あ、え、分かれた、所長。君はダークポケモン計画の阻止に手を貸してくれないか。一緒にポケモンたちを助けよう。クレインハン、アンさんの気持ちはわかるけど、そりゃ無理やねん。あ、久しぶり。おお、あのれ、あん時ポケモン総合研究所におった坊主か。ムーン、本当にムーンなのか。まさかたった一人でクレインハンを助けに来たんかい。悪いけど、わしはシャドウや。今さらあんたらを逃がすわけにはいかんねん。あの時はよくわしの姫雲をスナッチしてくれたな。ここまで乗り込んでくるとは、ええ、同期は褒めたるで。だが二度と外に出れんようにしたるわ。あ、お、ナップスね。見た目がさ、モブと一緒だからね。ちょっと、あ、闇カラスと財布、お、またいいポケモンを使ってくるね。よし、この子たちに変えました。ちょっと財布が嫌ですね。財布がどうしようかね。レベル18って結構高いから怖いんですけど、まあ大丈夫でしょう。よしよしよし、いいよいいよいいよ。またダークポケモンなんか出してこないかな。ナイス、もう恩返し強すぎ。怠けろダークか。あ、でもまあ怠けろは使わないけど、あー、ダークポケモンじゃなかったね。よいしょ。
あ、でも結構ポケモン多いぞ、使ってくるポケモン。はい、これで裁縫倒れる。次は、お、ダンバル。いや、鋼タイプ欲しいな、パーティーに。いや、こいつも違うか。ダークじゃないか。比較。かわいい。短い手で引っかいてる。ダンバルな。よいしょ。あんま効かないよね。あ、でも効いてる。効いてる効いてる。よし。次は。あ、ナイス。あ、これで終わりか。なんだ。おお、今回ダークポケモン使ってこなかったね。もうチュートリアル用に使われちゃった感。ダークポケモンのね。いや、ナップスさんね。あ、電光石火か。どうしよう。使わない技とかあるかな。いや、いらんな。電光石火は。いいね。やめよう。先生取れるの大きいけど。はい。ナイス。やるな、坊主。でしょ。クレインハン、あんたらはシャドウの遅いさが分かってへん。逆ろうたらあかん。なんぼポケモンがかわいそうや言うても、自分のことも考えた方がええで。予約会えたね、所長。うん、ここまで一人で来たのかい、すごいじゃないか。だがここは危険だ、早く逃げなければ。悪い予感が的中したよ、やはりシャドウは滅びてなかった。ここも奴らの基地の一つなんだ。詳しい話後にするとして、奴らが戻ってくると面倒で早いとこを逃げ出すとしよう。あ、おー、なんちゅう頼もしい。でも一緒にバトルしてくれるんでしょうか。あ、リーフの石、なぬー。え、なんだっけ、あれ、ラブなんちゃらさんとは結局戦わないのかな。かわいい、あのピンクの髪の子だよね、きっと。よいしょ。いや、なんかなー、前で待たれてそうな予感、待ち伏せされてそうな予感がするな。あ、やっぱり来るよねー。あ、来た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 。あ、お前クレインを連れ出したのか。ラブリナさんも侵入したのはこの子供です。あ、来た、ラブリナちゃん。ちょっとちょっと、出てくなんて聞いてないわよ。クレイン所長はこれからとっても忙しくなるの。だから坊や、邪魔しないでね。僕らは研究所に帰るんだ、そこをどいてくれ。帰るですって、まさか冗談でしょ。あなたの仕事場はここなのよ。だってあなたにはしっかり研究してもらわなきゃならないのよ。 XT001 リライブ不可能な究極のダークポケモンをね。バカは言うな、僕がそんな恐ろしいことに手を貸すとでも思ってやるのか。あ、もうナップすったらまたしくじっちゃったのね。ほんと叱ってあげなきゃ。こうなったら坊やクレイン所長に言ってくれない？ XT001 の研究をしなさいって。ダークポケモン計画の目標はね、リライブのできないダークポケモンを作り出すことなの。まだ、001号はプロトタイプだけど、完成すれば XD シリーズを主力にした戦闘部隊だって作れるわ。それには所長の協力が必要なのよ。だから坊やからもお願いしてくれないかしら。え、やだね。なんてこと、坊やも XD001 に協力しないっていうの。しょうがない、少し痛い目を見れば分かってくれるわね。あ、来た、ボス。ラブリナちゃん。あ、かわいいじゃん。ちょっと。シャドウ幹部。お、ラブかスタゲハンと使ってくるポケモンかわいいですね。あー、やばい。HP 削れてるんだよな。まあ大丈夫か。よいしょ。どれから行く？アゲハントから行くか。よいしょ。アゲハントあれだよね、眠りゴナとかああいうの使われたら厄介だから。よし、アゲハントさ、かわいいよね。あの手と足が、ね、2本ずつあるの、かわいい。
だから私虫ポケモンは、まあ、ハッサム好きだからもう好きと言っちゃ好きなんですけど、でもあんまりなんかあのハッサム以外で、あ、いいなって思うポケモンあんまりいないんですけどね。でもアゲハントは可愛い、可愛い。よし次は、あーもういやらしいポケモンばっか使ってくるな。ロゼリア、毒のトゲが怖いけど、まあ、ラブカス後回しでいっか。よしとりあえずなんかめんどくさそうなの倒そうぜ。よし、ラブリナ様って年いってんのかな、若いのかな、どうなんだろうね。若そうに見えて案外年いってるとかそういう展開に思えるんですが、やっとリンギの種、あーやだね、早く倒そう、恩返し。お、ナイス、さすがロロ。よしよし、体力吸われる前に倒しちゃったわ。オッケー、エネコロロか、まあ、ラブカ最後でいいな。あ、ちょっと待って、えマジこいつ進化系なのにダークポケモンかよ、マジ。あ、嘘、倒れたのにそれ取られちゃう、マジか、めんどっちいね。どうしよう、じゃあそれだったらもうラブカスやるか、ラブカスやって、ちょっとやだなダーク攻撃めんどっちいもんな。エネコロロ強そうだな、よいしょ、水鉄砲とお餅注意だね。 HP ダークラッシュって何、ふぅ、噛みつくやと死にそうなんだよな、エネコロロ。だからどうやって HP を削っていこうかちょっと悩んじゃうんですけど、よしよしよし、ラブカス倒れまして、これはぜひゲットしたい、エネコロロ。うえー痛いよー、どうしようかな、体当たり、追い打ち、追い打ちかけてみるか、で舌で舐めて、で麻痺をさせたいね、ダークラッシュ。あ、じゃあ次のターンでお餅回復させようね。よし、お、急所、あ、ナイス急所、あー、ペロペロボディーボってたぞ。あー、あ、こ、あ、そか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 、ゴーストタイプの技だから、そか、効果ないのかい、ね、コロロに。そうだったよ、持ちは回復です、このターン。よいしょ、回復して、でロロちゃんね、うーん、メタルクロでどんぐらい効くかな。でででででで、お、いいねいいねいいね、いい感じいい感じ。いやー、ヤドリギの種、もうとんでもねえもの残してったな、あいつ。はぁ、ゲットしてみよう。スーパーボール持ってるからね。スーパーボールでいけるかしら。で、ロロちゃんはメタルクロウで削る。よし。まあ、かといって、エネコロロをパーティーに加えるかって言ったら加えないんですけど、ロロちゃんいるからね。あー、なにー、うへ、やば、よし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 、うへー、やばい、死ぬところだった、危な、ちょっと待ってよ、落ち物、あ、どうしようどうしようどうしよう、いや、スーパーボール投げて、でロロちゃんは回復だな、よいしょ、オッケー、よし、いやー、ヤドリギほんとやだよー、イカ引っ込めるのもありだよね、こ
これで捕まわなかったらちょっと一回引っ込めるって。よっしゃ、ゲット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 、お疲れ様でした。何よ、なんでこんなやつ強いわけ。やったー、悔しいけど今の私は坊やに勝てないわ。デスゴルド様に怒られるのは分かっているけど、いいわ、貸しにしてあげる。今度もね、もう少し考えておいてちょうだい。 XD001 を見れば絶対協力したくなるはず。待ってるわよ。ララブリナ様、へへー、これで帰れるね。本当に強くなったな、ムーン。こんな短い間によくそこまで成長したもんだ。いや、びっくりしたよ。こりゃムーンにはこの先もっと活躍してもらうことになりそうだね。シャドウが復活した以上こうしてはいられない。急いで対策を考えなくちゃな。さあ、今度こそ僕らも研究所に戻ろう。はい。おや、やつら何か落としていたぞ。なんだろう。あ、気づかなかった。ん？データロム。ちょっと見せてごらん。はい。何か重要なものかもしれないな。持って帰って調べてみよう。まあいいか、じゃあ今回ここで終わりにしておきましょう。さて、じゃあ次回は、研究所に戻ったところからスタートって感じかな。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。